やるか。死の外科医トラファルガー・ローはルフィと同じ時期に新世界に入り、ワンピースを狙う海賊である。本来ライバルであるルフィを悪縁も縁と救い出したローは、1ヶ月の絶対安静を言い渡して去っていった。ルフィの全開を待って行動を再開することを決めた一行だったが、その間も情報収集を続けていたスモーカーから今回の騒動のあらましが語られる。霧のダイヤルはマッドダイヤルと呼ばれるもので、霧に触れた者は正気を失ってしまうこと。コントロールダイヤルを制御すれば、霧に触れて正気を失った者を自由に操れること。政府はこれらのダイヤルを研究していたが、コントロールダイヤルの破損により研究は中断。ルフィたちが空島で拾ったダイヤルこそがそのコントロールダイヤルなのだという。また世界情勢も変化していた。バギーの大海賊同盟はもろくも崩壊し、代わってティーチが黒ひげ連合を形成。すでに海軍本部や麦わら白ひげ連合に迫る勢いで急成長を遂げていた。激動の情勢下、白ひげ海賊団はルフィたちと合流することを決め、以後共に黒ひげ連合と戦うこととなる。ルフィ、まだ安静にしてなきゃダメだぞ。もう大丈夫だと思うけどな。飯もうめえし。頑丈なやつだ。普通なら死んでたぞ。それよりごめんな、ケムリン。俺のダイヤルお前にやるって言ってたのによ。まあ、奪われちまったことでようやくダイヤルの正体は分かった。あとは黒ひげがどう動くかだが、黒ひげは今強力な能力者たちをダイヤルで支配しようと各地に刺客を放っているらしい。いずれ俺たちも襲ってくるだろう。用心はしておけ。おい、私のペットになる決心はついたか？ならねえよ。それより最近黒ひげが能力者を狙ってるらしいぞ。お前も能力者なんだから気をつけろよ。なるほど、そういうことか。道理で見慣れねえ奴らがうろついてると思ったぜ。見慣れねえ奴ら？おお、いつの間にか囲まれてるぞ。助けが来るまでなんとかしのぐぞ。
だが二人孤立しちまってるじゃねえか。あいつらを助け出して敵を撃退しろ。目標の能力者を確保し逃がすんじゃないぞ。敵が救援に現れ、俺たちが食い止める。南の門はすでに閉ざしてある。北側の門も閉ざしました。北側の方が手薄のようだな。北側から攻めて赤の奴らを救い出せ。じゃないか。また会ったな、聖怪人ども。なんだありゃ、あれもティーチの手下だよ。神は誰にも従わん。ただ黒ひげの計画に興味があってな。
逃げられた。ブルーノ、片方は私が雷撃で倒す。もう片方をお前らが仕留めろ。いいだろ。エネルのやつ、自分はもう出てこねえつもりか。卑怯だぞ。貴様らごとき神に触れることすらできん。私と戦いたければ空まで追ってこい。やつを倒さなきゃ雷もやまねえようだが、消えちゃったんじゃ仕方ねえな。野郎ども先に雑魚どもを片付けちまいな。おとなしく捕まってもらおう。抵抗はやめておけ。あら、おひげの巨漢だったのか。まさかこれほどの力を持っているとは。ぶっ飛ばしてやった。順調じゃないか。これなら私が出るまでもなく。マガモノ、なんだ、誰かに弾き落とされたのか。エネルとかいう小僧が落ちてきやがったぜ。味方を助けながらあの野郎を潰せ。マガモノ、世界を敵に回そうが関係ねえ。仲間のために俺は戦うだけだ。
者がいるようだ。少し地上で様子を見るとしようか。共に能力者たちを狙え。私を弾き飛ばした不届き者も地上の危機を見れば姿を現すだろう。そろそろ蹴りをつけてやる。やつらの高さは異常だぜ。何度倒しても立ち上がってきやがる。戸惑っているな。ダイヤルに操られた者は限界以上の力を発揮できることを知らんらしい。もうダメだ。待て、麦わらの仲間に手出しはさせん。話だ。ありゃバーゼロミュクマじゃねえか。なんであの野郎が。私を地上に落としたのはあの大男か。奴は邪魔だ。先に撃ち取っておけ。エネルを引きずり下ろすには奴が必要だ。野郎ども、クマを援護しろ。なんで助けてくれんのかわからねえけど、ありがとな。礼は無用だ。敵を片付けるぞ。これ以上戦っても無駄なようだ。攻めきれんな。無駄に消耗することもあるまい。
でビーって。まだ終わってはいない。空に逃げた男が残っている。また貴様か。俺がいる限りもはや空には逃げられない。潔く負けを認めたらどうだ。黙れ。私は全能なる神だぞ。貴様らなどまとめて消し去ってくれる。奴が空に逃げられねえ今が好機だ。野郎ども、エネルを抑え込め。分際で今は見逃してやる。ほら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 、何が神だよ。大したことねえな。すげえ、神を追い払っちまったぞ。うん、取り逃がしたか。ソロミュー、クマだな。いかにも、そうだ。ずっと敵を追い払ってくれてたんだろ。ありがとうな、
でも、なんで？何をしようと、俺の自由だ。お前は政府側の人間だろう。これも政府の命令か。今回は俺の個人的な意思で動いている。正確には最後の意思というべきか。最後？人格を消失する前の最後の任務として、麦わらのルフィの保護をプログラムさせた。え、何？人格を消失？詳しい事情を知る必要はない。とにかく当面の間、俺はお前たちを守るということだ。別に俺は守ってもらわなくても大丈夫だけど、一緒に戦ってくれんなら心強いよ。よろしくな。了解だ。それじゃ、ルフィも元気になったみたいだし。おう、長いこと待たせちゃってごめん。出発しよう。